月曜日0129のインスタグラムへの投稿を通じて、ローンは飼い猫を亡くしたと語った。チョコという名の猫の写真を数枚アップした。ローンは愛病がすでに弟のように感じたと明かした。その猫は過去18年間彼と一緒にいます。私たちは2006年の晩春に初めて会い、2024年の冬に別れました。トローンさんは書いた。ローンさんは他の家族は羨ましがっていたが、チョコは足音を聞くと玄関に出てきて出迎えてくれたと語った。彼はいつも私の足の間で寝ています。私が足を動かした時に目が覚めたら怖いので、私はゆっくりと足を動かし、それからあなたは私の腕の間で寝ますと彼は続けた。ローンは食べ物から好きなおもちゃまで愛病の習慣についても語った。彼はチュレ、猫の餌が嫌いで、小さなスポンジボールで1日最大12時間も遊びます。トローンさんは語った。悪夢を見ると彼は私の腕を噛んで目を覚まさせましたと彼は説明した。ローンは愛病に別れを告げた。小さい頃一緒に来てくれてありがとう。ひょんがあなたのお気に入りのサテオムクとスポンジボールを持って遊びに行くから、そこで遊んでね。後で私の時間が来たら私の足音に気づいて歓迎してくださいと彼は書いた。さようなら愛しいチョコ、家族の末っ子でいてくれてありがとう。あなたのおかげで私たちはたくさん笑顔になれます。ローンはさようならチョコ、私の友人であり家族であり妹ですと投稿で締めくくった。